はい、2021年ウェブオープンキャンパスへようこそ。私は学生部長の福田と申します。専門は心臓血管外科をやっております。今日のオープンキャンパスでは獨協医科大学医学部のご紹介をさせていただきます。よろしくお願いします。まず医師とはどういう職業でしょうか。そんな当たり前だよというふうに思っているかもしれませんが、医師とは医師法の第1条にこのように規定されています。医療及び保健指導を司ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとするということで、国民の健康を司る、元気に過ごしていただくというようなことを目的とした職業ということになります。それで、医師になるには医師免許が必要ですが、なろうとするものは医師国家試験に合格し、免許を受けなければならないというふうにされておりますし、その国家試験の受験資格というものは、一番のように大学で医学の正規の課程を修めて卒業したものということですね。ですから医学部に入るということは、医師国家試験を受ける資格を持ち、合格すれば医師という国家免状をもらうということになります。さて、皆さんはヒポクラテスの誓いという言葉を知っているでしょうか。映画とかにもなったことがありますけれども、ヒポクラテスの誓い、これヒポクラテスというのは紀元前5世紀のギリシャの医師でありまして、医学の祖と呼ばれております。そして、彼は医師の職業倫理について書かれた宣誓文ヒポクラテスの誓いを書いたことでも有名です。このヒポクラテスの誓いというのは現代でもですね、医師の守らなくてはいけない倫理観の基礎になっているものです。で、世界医師会という組織がありますが、そこのジュネーブ宣言というもので、医師として守るべき、倫理観、倫理というものを宣言しておりますけれども、これは先ほど述べましたようにヒポクラテスの誓いというのを元にして現代風にアレンジして制定されたものです。全部は読みませんけれども、ぜひこれを調べて読んでおいてください。一番目には、医師の一人として私は人類への奉仕に自分の人生を捧げることを厳粛に誓う。私は患者の健康と安寧を私の第一の関心事とするなどですね、守らなくてはいけない、義務、倫理、道徳といったものがここに掲載されています。ぜひ、読んでおいてくださいね。そして、医学教育モデルコアカリキュラムという厚生労働省、文部科学省から定められたカリキュラムがありますけれども、その中に医師として求められる基本的な資質、能力というものに以上のものが挙げられています。プロフェッショナリズム、医学の知識と問題対応能力、診療技能と患者のケア、コミュニケーション能力、チーム医療の実践、医療の質の安全の管理、社会における医療の実践、科学的探求、生涯にわたって共に学ぶ姿勢、こういったものがですね、医学部にいる間に学ばなくてはいけない基本的な資質能力というふうに定められております。こういったことがね、学べるように医学ではさまざまなカリキュラムが定められているわけです。それでは医師のなった後ですね、医師国家試験通った後、どのような道を皆さんは歩むでしょうか。多くの皆さんはですね、この臨床科ですね、臨床医、
科体であったり、あるいは何らかの専門医、まあ、私は心臓血管外科の専門医ですから、こういった特殊な領域の専門医になるか、このようなね、臨床医としての姿を描いているのではないでしょうか。医師としての活躍の場はこの臨床医以外にもですね、様々なところがあります。こういった研究者ですね、それから医系技官と言われるもの。医系技官とは何かと言いますと、特に今コロナ禍でいろいろ公衆衛生的な問題とかですね、どういうふうに感染を収めるかといったことで、世界的には WHO であったり、厚生労働省であったり、あるいは保健所といったところが活躍する場になっておりますけれども、こういったところに多くの医師が入って、助言等をですね、あるいは政策的に、助言をして、さまざまなことを実行しているわけです。ですから、この臨床医だけではなくて、さまざまな活躍の場があるということを忘れないようにしてもらいたいというふうに思います。研究者、これは基礎系の研究者であり、臨床家でもありますけれども、上の方にあるのは皆さんご存知だと思いますけれども、山中伸弥先生ですね。iPS 細胞でノーベル賞を受賞されましたが、山中先生は当初は整形外であったというふうに、ご自身が述べられておりますけれども、整形外から、基礎ですね、基本基礎の研究に、非常に興味を持って、面白くなってそちらの方に没頭するということで、臨床家から基礎の研究者になられた方ですけれども、このように素晴らしい研究をされてノーベル賞を受賞されています。最近はですね、本庶佑先生ですね、これも最近ノーベル賞を受賞されておりますけれども、本庶先生もですね、臨床科を目指してインターンをされてるんですけども、途中で基礎の研究室に入ってそれに興味を持って面白くなってさまざまな研究をされ、臨床免疫学ですね、に没頭されて、オプジーボと言われるようながんの免疫療法の薬を発明されるといったことで、ノーベル賞を受賞されております。このようにですね、臨床家から基礎研究の世界に入った先生もたくさんいらっしゃいまして、私も恩師、川島康成先生ですけれども、今国立循環器病研究センターの名誉総長なんですけれども、川島先生から、まあ、医師としてですね、臨床家という意味ですけれども、生涯見れる患者さんというのはやはり限られています。1000人、2000人、3000人、もっと多いかもしれませんけれども、こういったね、研究業績で素晴らしい研究をすることによって、何万場合によれば何億のね、人の命が救える、未来に向かって、そういった研究は生きてきますので、今現在、生きている人だけじゃなくて未来の、人類のにも貢献するというようなことができるわけで、非常にまあ大きな、業績が残せるというようなことになろうかと思います。それからあともう一つ、先ほどお話した医系技官ですね。これは皆さんよくね、テレビで、見られていると思いますけれども、尾身茂先生ですね。政府の新型コロナウイルス対策分科会の会長をされてますけれども、尾身先生は自治医科大学の一期生ということで、ご存知のように自治医科大学はですね、地域に帰って、9年間の義務年限というものがあるわけですけれども、尾身先生も同じように地域寮に戻られたわけですけれども、その後、厚生労働省に入って、さらには WHO に報職されているというようなことで、公衆衛生学の方で活躍になった先生で、今現在、政府の対策分科会の会長をされているわけです。それから下の方はですね、西村博先生。これも皆さんご存知と思いますけれども、一時8割おじさんというふうに呼ばれておりました。この8割おじさんというのはですね、
人の流れをやっぱり8割抑えないといけないということで、そうしないとコロナの感染症は収束できないということをしきりに言われた先生ですね。その当時、北海道大学の方を教授されてましたけども、今京都大学の方へ移られて、今でもですね、さまざまな公衆衛生学的な発信をされているというようなことで、こういうふうな、ね、道もあります。ですから医師というのはね、皆さんが思い描いているような臨床医だけではなくて、このような研究者の道もありますし、こういった公衆衛生的な経営機関と、あるいは医療行政に関わるといったような、もう少し違ったキャリアもあるということは覚えておいてください。医学部に入っていろんなね、興味が出てくると思いますけれども、そういった中から自分の適性を見つけてですね、いろんなさまざまなね、道へ進んでもらいたいというふうに思っています。さて、獨協医科大学のご紹介をしますが、これ獨協医科大学ですね。広大な敷地を持っています。獨協というのは歴史は非常に長くて、元をたどれば1881年、明治14年のドイツ学協会というようなものから起こっております。これはですね、ご存知のように明治維新で欧米からさまざまなことを学んだわけですけれども、その中でドイツもからたくさんのことを学んでいました。そういったことでドイツをより学ぼうということで、ドイツ学協会が設立され、ドイツ学協会学校といったものが1883年に制定されました。その初代校長は西天音先生であり、続いて桂太郎先生、加藤博之先生といった明治の非常に巧妙な先生方がこのドイツ学協会に関係しているといったことです。戦後になりまして、1951年、昭和26年に学校法人の獨協学園が設立されました。で、この獨協医科大学は1973年、昭和48年にこの壬生の地に開学したわけです。見学の精神はこの獨協学園の初代学長ですね、天野貞祐先生、大学は学問を通じての人間形成の場であるというふうに、おっしゃっております。学問を通じての人間形成ということで、医学部もですね、知識技術を学ぶだけではなくて、やはり医師としての人間形成というものが非常に大事になるわけです。ですから国家試験を目指す専門学校ではないということを心に留めて、医学部に入った暁にはですね、自分を磨く人間として成長するといったことを心がけてほしいというふうに思っています。見学の理念は人間性豊かな医師及び看護職者の育成、能力の啓発に重点を置く教育方針といったことで、さまざまな教育プログラムを制定しております。教育理念は患者及びその家族、医療関係者をはじめ広く社会一般の人々から信頼される医師の育成ということで、このようにですね、信頼される医師の育成ということを目指しています。場所はですね、栃木県宇都宮から少し南に入った壬生町といったところにあります。北関東自動車道の壬生インターから降りてもうすぐですね、今直接行くことができます。インターから2、3分で医科大学に来れます。最寄りの駅は東武線のおもちゃの町というところですけれども、JR では宇都宮駅からタクシー等々で30分ぐらい南へ下ったところにあります。
これがキャンパス、先ほどお見せしましたけれども、上の方にあるのが病院エリアですね。それから下の方にあるのが大学エリアで、ここが体育館、ここグラウンドとかがありますね。テニスコート、こちらの方にあります。本学の特徴を3つほど お示ししますけれども、1つは自然豊かな勉学の環境といったことで、非常にね、静かなところ、まあ、田舎っていうことですけどね、こういうふうな環境がいいところにあります。広大な敷地に、いろいろな施設が配置されているといったことですけれども、皆さんがね、入学してくる頃には、この辺りにですね、また新しい、基礎棟、まあ、基礎棟というのはここにあるんですが、非常にまあ古いので、こちらに新しい建物を建設する予定で、50周年ですね、あと3年後にできる予定になっています。非常に楽しみな施設ですね。皆さんはそこで勉強するようになるんじゃないかなというふうに思います。四季折々非常に綺麗なキャンパスですね。桜の季節から緑の季節ですね。秋になったらこのようにイチョウ並木が非常に綺麗です。それから施設もですね、古いところはありますけれどもどんどんリニューアルしてきています。これは教育医療棟ということで、下の階は病棟等になってますけれども上の方の階はですね、5年生の皆さんの勉強をするセミナー室であったりシミュレーションをするようなそういった勉学の場であったりするような施設です。それからこれはまだ最近できた研修会議棟といったことで2階にいろんな研修ができる施設があって1階はレストランですねが入っております。それから敷地内には患者さん向けあるいは医療関係者向けにホテルがあって、これもですね、まあ、非常に、便利になっております。患者さんの家族とか遠方から来ている方がここをよく利用されているところですね。それから本学の特色の2番目、これは充実した教育の施設である3つの病院を要しているということです。大学病院は1195床あります。それから埼玉医療センターとして埼玉県の越谷市に923床の病院を持ってますし栃木県の日光市には日光医療センター199床ということで合計2317床全国でも最大規模の病院群を有している大学であるといったことです。こういったね病院で研修をしてもらえるわけです。これが大学病院ですね。これは毒ヘリが持っています。これが埼玉医療センター越谷にあります。これもですね、新しい設備、施設がここにできておりますし、その隣の施設にも、敷地にも新しいものを建てようとしておって、どんどん新しくリニューアルしているところです。日光医療センター、これは今現在あるところですけれども、2年後にはですね、別の地区に新築移転する予定で、日光医療センターリニューアルするということで、また新しい病院になります。非常に楽しみです。皆さんがこれもまた入学して臨床研修する頃には、この病院で研修もできるようになると思います。それから本学の特色の3番目は海外研修ですね。約2週間を積極的にサポートしています。3年から5年まで、3年4年はフィリピンですね。5年生はアメリカ、ドイツといった大学に研修に行ってもらっています。さまざまな補助を大学がしておりますけれども、まあ、これはこのようにですね、人数制限がありますのでこういった海外研修をね希望する人は最初のうちからですね
よく英語の勉強をして、これを目指してですね、さまざまなね、活動をしておいてほしいというふうに思います。これフィリピンの研修の様子ですね。それから、これがアメリカの2カ所の研修といったことになります。これはドイツですね。ドイツも今ミュンスター大学だけですけれども、レーゲンスブルース大学とも提携しましたので、ドイツも2カ所というようなことになろうかと思います。去年、今年とですね、コロナ禍ということで、この海外研修は今は中止となっておりますけれども、機会が来ればですね、この海外研修、来年以降、なんとか再開できればなというふうに思っています。さて、私たちのね、独協医科大学に、ぜひ、入学してほしいと思いますが、アドミッションポリシー、入学のね、受け入れ方針として、まあ、多くのことをね、要求して、まあ、こういった人が欲しいなということで、ポリシーを制定してますけれども、学力ですね、これはまあ当然としてですね、コミュニケーションあるいは協調性のある人、他者の立場になってものを考えれる人、国際視野を持って物事を考えて行動できる人、といったやはり、さまざまな、ね、能力を持った人が入学してほしいなというふうに、思っています。ですので、勉学は当然なんですけれども、それ以外のね、これも人としての、素養というのを、少しずつ、関与しておいてほしいなというふうに思います。さて、医学部へ入学した後のカリキュラムですけれども、基本的な素養を豊かにする自然科学であったり、人文科学といった教養系の科目ですね。これ非常に大事です。これは6年間を通して継続的に学んでほしいというふうに思いますけれども、続いて基礎医学ですね。これは解剖であったり、病理学であったりといった臨床医学の基本をなすところです。これらをもとに、臨床医学といった病気の診断法や治療法に対する実践的な医学を学んでもらうということになります。1年生は基本医学教養ですね。それから少し基礎医学の方が入っています。2年生は基礎医学の多くのことを学んでもらう領域です。顕微鏡を持ってね、いろんな組織学、細菌学といったようなことを学ぶ。から第3学年からは少し臨床医学がね、入ってきて、さまざまな臨床系の講義、座学を学んでもらうといったことになります。まあ、こういったね、階段教室で学んでもらいます。それから4年生は社会医学のような公衆衛生とかですね、衛生学といったようなことも学んでもらうことになります。で、4年生は CBT あるいは OSCE といった5年生から始まる臨床実習の基礎となる技量があるかどうかというようなね、試験があります。そういうふうな試験を合格した上で5年生からの臨床実習にね、臨んでもらうわけです。5年生から6年生の1学期、7月までクリニカルクラークシップといって、さまざまな領域の臨床の実習を行ってもらいます。これは私のところの心臓血管外科、これ私ですけれども、学生のみんながね、いろんな手術を見学して学んでもらうというようなことです。6年生になりますとね、もう卒業試験、それから国家試験に向けての最後の追い込みということで、試験勉強もね、しっかりしてもらわなくちゃいけないなというふうに思います。こういうふうに6年間過ぎていくわけですけれども、独協医科大学ではね、クラブやサークル活動も非常に熱心に行っています。体育会系が19、様々なサークルがあります。
もしここになければね、新しいサークルを作ってもらっても結構ですのでね、何かサークル活動もやってもらえればなというふうに思います。文化系もですね、さまざまなサークルがありますし、愛好会というのがあって、さまざまなものをね、新しく作ってもらっても本当にね、結構ですので、いろんな楽しいサークルをしてもらえればというふうに思います。これ学園祭、独位祭と言いますけれども、独位祭はですね、一昨年は台風で中止になりました。昨年はコロナで中止になりました。今年はですね、まあこういうふうになかなか対面でのね、学園祭っていうのは、どこの大学も実行できない状況ではありますけれども、なんとかね、オンライン等を利用して今年は開催できればなというふうに思いますので、もしね、可能であれば、独位祭、学園祭にね、ぜひ参加してみてください。ということで、このようにね、6年間が過ぎていくわけですけれども、卒業時にはね、医学知識であり、臨床能力であり、プロフェッショナリズム、能動的学習能力、リサーチマインド、社会的視野、人間性、まあ、こういったものをね、すべて身につけて、卒業してもいいよというようなね、許可を下ろせる人だけ卒業してもらうということになります。卒業した後はですね、卒業する前にですね、やはり、さまざまなね、医学のことを学んでもらいましたが、一番大事なのはやはり人間形成ということでね、この医療、医学を学んで実践する上でやはり人間的な人間性、道徳心、倫理観といったようなものがね、非常に大事になりますのでね、これらを一緒に学んで自分を大きく成長させてほしいというふうに思います。そしてその後、自分の本当に興味を持った領域ですね、研究者であったり臨床家であったり、医系技官であったり、途中でね、こっちからこっちへ変わる人もいるし、こっちからこっちへ変わる人もいるし、さまざまな道がありますのでね、一つに決めずに、いろんな道をね、目指して頑張ってもらいたいなというふうに思います。ざっと、獨協医科大学、それから医学部といったものをご紹介させていただきました。ぜひ私たちとね、このキャンパスで一緒に勉強しましょう。よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。